が時計を合わせます。ファーストハーフがスタートしました。まず右に広げて藤田誠也からトップに当てます。リターンも拾いそうです。クロスを入れてきた、後ろからシュートだー、いきなりゴール。いやー、ファーストプレーでこじ開けました湘南ベルマーレ、まあ、山田です。まあ、最初の一つ一つのプレーの精度ですよね。あと前の意識、はい。まあ、この主導権争いというところで最初の10分注目しましょうって言おうと思った瞬間でしたから、してやったり。長期ジェ監督、スウェーデンが一度もボールを触れないうちにネットを揺らしました。まあ、食いついてきたところの背後ですよね、サイドバックの裏、そしてダイレクト、はい、そしてここもダイレクトです、まあ、素晴らしいゴールじゃないですかね、はい。ちょっと後ろから入ってきた山田を捕まえられなかったですね。そうですね、はい、当たったんですね、うん、